きつい運動は続かん、そういった方にぴったりなメニューです。体を変える本質は体幹部にあります。もっと詳しく知りたい方は Amazon で私の書籍を見てみてください。それでは行きましょう。膝を抱えて腰を伸ばしましょう。あと腰が硬いとどうしても姿勢が悪くなるんで、しっかり腰をね伸ばしてあげて腹筋メニューに入ります。頭を起こすの辛い人は寝てもいいです。必ずウォームアップをねしてから腹筋メニューをやってました。オッケー。うつ伏せで手を脇の下ついて体を反らしましょう。しっかりお腹を伸ばすことで腹筋の収縮がね可動域上がります。できれば息を長く吐いて、お腹と腰のね筋肉の柔軟性もねすごく大切です。 OK。 座ったままで手をお腹に当てます。息を長く吐いてお腹をどんどん引っ込めましょう。腹筋中に息が止まってしまうとお腹引っ込める効果半減しますから、とにかく長く息をねふーっと吐けるようにしましょう。お腹をどんどん収縮させて息を長く吐く。吸うのは一瞬、強く吐くことでねしっかりお腹が引き締まります。 OK。 息を伸ばして腰をちょっと振りましょう。足をブラブラする感じ。腰の筋肉をね左右動かしてる感じです。片方だけ腰が痛いよっていう人とかはねこういうのがおすすめです。楽なメニュー、きついメニューありますが、難しかったらね、飛ばしてもいいです。今度はお尻をキュッと上げたら腰を丸める。お尻を上げたら背中からゆっくり下ろす感じ。お腹をずっと引っ込めると骨盤が立ちますので、つけた状態を作っておく感じです。お腹のへっこんだ状態が立ってても作れますので頑張っていきましょう。OK。 次は足を組んでお尻の上げ下げです。お尻を上げたら背中からゆっくりつける感じ。腰の隙間を埋めながらね、お尻を下ろす感じです。今お腹触ってみると、へこんでますよね。この状態が作れますから、姿勢っていうのはね、すごい大事です。さあ、反対も一緒です。マイペースでいきましょう。膝はできるだけ開いた方がいいです。股関節、その頸部をね伸ばすとねリンパの流れが良くなりますから。はい、いいですよ。背中からゆっくりつけて、今度は股関節の内旋を行っていきます。内ももを床につけるようなイメージで動かしましょう。体がねじれないようにね、倒す足以外は体を固定したまま足も動かないようにね。
サービスの足以外のところはしっかりと目玉は。関節周りの可動域が良くなるとね、血流が良くなりますんで。OK。今度は片方ずつ膝を開きましょう。膝開いたら腰の隙間が空くんで埋める感じ。膝開いてね、ここは隙間できないように。骨盤を立てたままですね。お腹引っ込めとくと骨盤がね、立ちやすいです。あばらがね、出る感じで足をね、広げましょう。こういう感じか。ペコッと引っ込めて、あばらを出す。OK。今度は両足パカッと開いて、お尻を上げ下げ。これも、お尻上げるっていうよりは、骨盤立てた状態を起こすって感じ、さらに。腰の隙間できないように作って、股関節を浮かす感じ。これでしっかりね、股関節のストレッチがね、できます。OK。今度は足をね、しっかり開いて、お尻を横に振る。楽にね、楽にこう振ってみてください。横に。お腹も引っ込めたまま。結構お尻とももらきますよね。よっしゃ、OK。今度は膝を曲げたままグッと引き寄せましょう。グッと。だいぶ腰の隙間がね、埋まってると思います。これで下腹を使うと骨盤が起きて反り腰解消がね、できますんで。さらに2種目、とっておきなメニューを紹介します。片足膝を持って、足をね、このように入れ替えていきます。いきましょう。スタート。体を起こしたまま、スマホ持ち替えてもいいです。腰を丸めたままで、足をゆっくり入れ替えてみましょう。OK。座ったら手を前に伸ばします。このままゆっくり倒れて手を真上。ここで手を振りましょう。スタート。うわあ、うわあ、いっちゃー、効いたー。